はい、どうも、こまみれです。まあ、日本なんかはとんでもない国になってきましたね。年寄りが増えて、子供が減っていくっていう、減っていくというか、まあ、増えていかないか、正しくは。まあ、俺も別にその、子供をいっぱい産んどるという世代ではない、世代、産まなきゃいけない世代っていうか、作らなきゃか。俺の場合は俺は子供の作らなきゃいけない世代なはずなんだけど、まあ作ってないからさ、うん、そういう風に言うのはちょっとね、あれなんだけどさ、まあ枠外というか論外というかさ、ね、口に出してはいけないね人なんだろうけど、うん、ただね、って感じなんだよね。まあ、あんまりこういうことは言いたくないけど、まあ、メリット、デメリットとかさ、得とか損とかで子供の命を吸ったもんだっていうのはちょっと失礼かもしれんけど、これからは結局、子供を作る人、作った人、ね、まあ、現在おる人なんかに税収とかそういうのを優遇していくような、うん、結婚しとる人に対してっていうよりも子供がおる、人、片親でもいいわけですよ、に対して優遇される、税収とかが来ます。だから未婚の人間、男女関わらず未婚の人間は税金をひたすら払い続けるみたいなね、何でもかんでも少子化対策の財源になるわけですよ。で、そういうこと言うとさ、やっぱ未婚の人間もちゃんととか言って言ってさ、で、一個面白かったのがね、ツイッターだったっけな、どっかそこら辺でさ、少子化対策のために、子供を、ね、子供を作った家庭、現在持っている家庭に対して補助金とかそういう支援制度を、出すためにその税収を上げますね、税金上げますみたいな話が上がった時にさ、未婚の人間の目線からしたら、結婚するためにね、頑張っとるのに税金上げられてお金がたまらない、結婚できない、それって矛盾じゃねえのみたいな、うん、そういう話があってさ、確かに文字面で言えば矛盾には聞こえるんだけどね、見えるんだけど、そんなこと全くなくてさ、うんうん、だってそんなのってさね、なんだろう、自分で選んだ世界やん、人生じゃん、道じゃん、うん、なんそれ文句言うんって思うわけない。結婚しても税収は上がるわけですよね。例えば同じね、年収そうだな300万の人間がいましたね、税金で50万取られるか、税金で25万、子育てのお金で25万取られてトータル50万取られるかの違いなんですよ、うん、ね、使う金の方向性とか内訳が変わっとるだけで、けど、まあ、どちらかといえば子供を負った方が、税収はさ、税金は減ってくと思います。その分やっぱ支援金とかでもらえるお金が多いからね。それこそ自治体なんかも、国レベルの話もあれば自治体レベルの話でもさ、子育て支援っていうことで子供を産んだらいくらとかさ、出産資金の一時負担金とかさ、ね、そういうふうに、お金出してくれる自治体も多くなってきたんで、うん。で、そういう話が結構あるんじゃないかなとは思うんだけど、けどやっぱり子育てっていう労力、ね、お金にならないその体力とか精神力みたいなものはあるわけだから、逆に言えば一人暮らしとかね、未婚独身なんかは楽だよね。その分だって人に気使わんと自分のね、悠々自適に生活できるんだから。それがあるにもかかわらず、やれ税金だなんだとか言って文句を言うってのは違うよね、うん、違うのは全然わかるよね、うん。だからそういうのがあるからさ、なんかうーんって思うよね。なんかそのみんなわーってなんか文句ばっか言うけどさ、ね。それを言うんだったら、じゃあ何がいいの？じゃあ正解は何って聞きたいわけよ。うん。ね。でもお金がなかったらどうしようもないからさ、世の中、ね。何をするにしてもさ、やっぱ国という視点に立つ以上、やっぱり子供というか、ね、子供だろうが大人だろうがさ、国力、ね。労働のね、人間だったりとかさ、いろんなものがあってね、力になるわけやねんか。
だから結局インドとか中国みたいなさ、人口がクソほど多い国ってさ、どん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 成長してっとるわけやねんか。ねえ、そうでしょ。うん、だからそういうのに対してさ文句ね、やっても文句言うし、やらんでも文句言うなよ。文句塗ってる人間が違うだけで。うんね、でも対策としては一つだけ、本当は一つじゃないんだけどね、いろんなことを同時進行でやっとるはずなんだけど、一個だけを切り取ってね、 A という法案に対して A さんが文句を言ってね、 B さんは納得しとるね、 B という法案に対して B さんは文句言って A さんは納得しとるみたいな、そんなレベルになってくるわけよ。うん、けどやっぱり批判してる人間の方が声は大きいからさ、うん、そういうことになるわけやんか。不思議なもんだよね。だからまあなんだろう、けどさ、なんかね、やってうめやっていうのは簡単だけどさ、それってもうタブーとされとんねんか今って。うん、今ってなんか子供作れやうめやっていう話になると、いわゆる世間という名のその小さいコミュニティから批判されて、ネットの拡声器で多くなって、なんか政治家も辞めさせられるレベルになっとんねんか。もうそんなことだったら無理だよね、少子化の対策なんて口に出すこと自体ダメなんだから。そうでしょ。うん、なんかね、不思議なもんだと思うけどね。だから無理ですよ。うん、そこにあの住んどる人間たち、まあ我々日本人が、あの性根が腐っとるんで、まあ俺含めね性根が腐っとるんで、うん、そりゃそんなやつら、性根が腐っとる人間がね、性根が腐っとる家族がいい家庭なわけないねか、性根が腐っとる人間たちが集まっとる会社って業績伸ばせるわけじゃないねか、同じですよ。性根が腐っとる人間たちが集まっとる国なんて滅んでいくだけなんですよ。だから無理だろうな少子化って思いながら、なんかね、行く末を見守っとるよ。うん、なんか皆さんはどう思います、そこら辺のこと。どっち言ってもね、形は違うだけでね、労力はあるんだからさ。だからお前が選んだ道だろうとかって、人に選ばされた道じゃないだろうってね。そんな共産主義とかさ、独裁政権の社会主義とかじゃないんだからさね、あの割と自由な国なんだからさ、そういう意味ではね。うん、なのに自分で選んだ道に対して文句しか言わんっていうのはちょっと情けないなってのは思ったりしますね。はい、そんな感じで、皆さんの周りにそんなこと言ってるやつがおったらね、あの鼻で笑って、うん、なんかまああざ笑ってやりましょうってでちょっと距離取りましょうそういうやつって必ずなんか陰謀論とかにハマってね、 Facebook とかでね、政府はどうだとかね、なんかごちゃごちゃ言ったりするから。はい、そんな話は置いといて、はい、以上、お疲れ様でした。